さん、それでは、第1のセッションを開始したいと思います。最初、河野先生から、データベースの文化は基盤文化開発という形で、お話をいただきたいと思います。河野先生は、簡単にご紹介しますと、理化学研究所、理論科学研究センターの研究員を経まして、埼玉医科大学で准教授をされ、その後、BBCLS の方に、移られまして、先ほど来お話がある、統合データベースのプロジェクトを、やっていただき、で現在では、JST の下での、基盤技術開発の、を、担当されております。で今日はその基盤技術開発について、その中身について、解説していただきたいというふうに考えております。大野先生、よろしくお願いいたします。どうも、ご紹介ありがとうございます。大学サイエンス統合データベースセンターの大野です。つかないですか、これ。あれ、すいません、ちょっとスライドがついてないような気がするんですけれども、はい、来た、大丈夫、はい、はいはい、大丈夫です。はい、申し訳ございません。はい、スライド来ましたので、続けさせていただきます。今日は、データベース統合に関わる基盤技術開発ということで、ちょっとしばらくお話をさせていただきます。とですね、先ほどは今出てます、ライフサイエンス統合データベースに関してなんですけれども、我々は、この前のプロジェクト、文部科学省がやってきました、統合データベースプロジェクトというものを、受けまして、実はライフサイエンス統合データベースセンターというのは2007年に、できてですね、そちらでずっと活動してきました。で、前の、プロジェクトではライフサイエンス分野のデータベースの統合化の拠点として、ライフサイエンス統合データベースセンター、東京大学の本郷キャンパス内に、場所を、ばかりしてですね、ここなんですけれども、早4年半ぐらいになりますが、東大の機関ではないんですが、東大の中にいる研究機関としてやってまいりました。で、東大じゃないっていうので、これももう多分毎回お話を聞いていただいている方は、ご存知と思いますけれども、情報システム研究機構という大学共同利用機関法人の下で、4つほどあります。等数権とか電権とか情報権、局地権なんかと同じような枠組みで、DBCS ライフサイエンス統合データセンターが、活動してまいりました。で、詳細に関してはこのホームページですね、dbcslois.ac.jp からご覧いただけると幸いです。でですね、DBCLS なんですけれども、4年半活動してまいりまして、構成員もだいぶ最初と変わってきてですね、専任で働いていただける研究員と技術員専門員のものが合計で15人ほどおりまして、その他の研究員はこのような構成で、多かった外来研究員のものはだいぶ減りました。それに対してですね、特にアルバイトの方ですね、大学院生、大学生のアルバイト、もしくはリサーチアシスタントというものが非常に皆さん関わってくれてですね、こちらの常勤の人間の数よりも多いぐらいアルバイトのものが、今いると。アルバイトなので、時間的に週の、放課後というか、4時間ぐらいとかそういうふうに、来てくれるものなんですけれども、割といろいろ開発的な部分に関して先進的な技術とかが必要なものに関してはインターネット上にいっぱい転がってますから、そういうものを拾ってきたりとか、調査してくれたりとか、そういうものでリサーチスタント、アルバイトさんが非常に活躍しているセンターです。でですね、あれ、なんだろう、すいません、ちょっと戻っちゃいました、申し訳ございません。何回もしたいわけじゃない、すいません。で、2011年、もうこの3月までなんですけど、この3月までは DBCLS はライフサイエンスデータベースの統合の拠点として戦略立案、研究開発、広報宣伝、普及活動というこの3本柱でやってまいりましたがですね、この4月からはですね、この研究開発というところに特化して、それ以外の機能というのは NBDC の方でやるというふうになったと私は思っております。でですね、これも僕がこれで話する話じゃないんですけれども、バイオサイエンスデータベースセンター NBDC はJST の参加でやられてて、開発プログラムを2人
2つですね、出されて、それに公募してですね、我々もここの、今座長を務めていただいてます永瀬先生のこの基盤技術開発プログラムのところに応募いたしまして、その一課題として我々はここの現在のライフサイエンス統合データベースに関わっております。でですね、そのデータベース統合に関わる基盤技術開発というところで応募させていただいて取った課題なんですけれども、詳しくはこの7つの課題をやるというふうになっております。これもウェブ上に、もう全部公開されてますから、ここで1つずつは特には言わないんですけれども、大きく分けてデータベースを、RDF を使ってデータベースの RDF 化を図ることによって統合しようという部分と、それにまつわる研究開発っていうのがまず大きくこの辺にありまして、それ以外にも現在実際にたくさん出てきているデータベース、特にゲノム配列データというか、次世代 DNA シーケンサーと呼ばれる高速に DNA 配列をたくさん決定できる機械が最近非常に出てるんですが、それのから出てきたデータをどう利用するかという、その利用するための技術開発と、それ以外にもアノテーションですね、そういうものをデータをより価値の高いものにするためのアノテーション支援とか、それに関わるコンテンツを作ったりとか、そういうことを、この開発ではやるということでやっております。で、実際に、DBCS でやっている研究開発なんですけど、今もう軽く言ってしまったんでこっちのスライドはあまりいらないんですが、データベースの RDF の統合が一つと、今の、大規模ゲノム配列データの利用技術開発ってことを言ったんですけれども、それ以外にも今まで DBCS の方で開発してきましたサービスですね、データベースカタログ、データベースの横断検索、データベースのアーカイブというのは NBDC の方に移管されます。移管というか、だんだん段階的にそちらで管理していただくという形になっておりまして、それに関しても今まで我々が開発してきたものなので、今回ちょっと軽く紹介させていただくというところが間に入ってですね、その3つに関して大きくお話させていただこうと思います。細かい部分に関しては時間もないので後で、細かくお話しさせていただきます。この大きな3つなんですけれども、一番上の RDF によるデータベース統合なんですけれども、これに関しては今年度から我々は大規模にとか本格的に取り組み始めた課題でして、で RDF という形式を使って、データベースをいろいろ統合しようと、今までででしたらそのスキーマをどうする、データベースのスキーマをどうするかとかどうとかっていう、むしろ RDB というのを使ってリレーショナルデータベースを使って、統合というかデータベースを使ってきたんですけれども、それをもうちょっと一歩進めて RDF という形式でやろうと。その細かいことに関しては私がここで下手な説明をするよりもポスターで実際にやっておりますし、この統合データベースに関わるさまざまな別の研究課題の方も RDF でデータベースを統合しようということでコンセンサスを得ていると思いますので、そういうところのポスターを見ていただけるといいかと思います。その RDF に関わる技術ですね、統合利用環境を作ったりとか、あとそれに関わるオントロジーとか辞書コーパスの整理ですね、あとはその今までやってきた横断検索を一歩進めた統合で検索ですね、そういうものを作るためのコールの検索技術の開発とか、そういうこともやっています。こちらの大規模データ開発技術に関しては私自身が特に関わっておりますので、後で詳しく説明させていただきます。でですね、今まで、行ってきた我々のやってきたそのデータベースカタログと横断検索とアーカイブに関してちょっとここで、軽くですけれども説明させていただきます。でですね、データベースカタログなんですけど、名前の通りデータベースのカタログです。今まではそういうカタログがないからどこにどういうデータベースがあるかとかよく分からなかったんですけれども、それに関してなんですが、前ですと、ライフサイエンス DB.jp っていうページから見えますよってずっと言ってきたんですけれども、現在はNBDC のページの方からアクセスしてください。 bisciencedbc.jp ですね、からアクセスしていただいて、現在ですとここのところに一番上になります生命科学系データベースカタログですね、をクリックしていただくとこの画面が出てきて、データベースのカタログがどんなふうになっているかというのが分かります。この左の方の部分でデータベースがどのような分類で使われているかですね、データベースの型で分類したようなものもありますし、対象の生物種ですねで分類したものもある。この例ですと、
生物種の分類のずっとこれを下っていって霊長類の中の人ですね、人をクリックするときに、まあ、57個あのデータベースが登録されていますけど、それに関して、アクセス数がここからアクセスしてそのデータベースに本当にアクセスしに行ったものが多い順に、なるような相当方法を使ってこのようなデータベースをやっています。まあ、節電の環境とかもありまして、ちょっとデータベース の使われ具合が最近変わってますので、ぜひ今見ていただくと分かると思うんですけれども、あの割とこの最近はですね、まあ、JST で作られたページとかエッジインブとかそういうものが上に来ているようです。それ以外にもこのデータベースカタログの特徴は、しばらくそのデータベースがアクセスできない、クリックしても反応がないようなものに関してはこのような休止中というふうなアイコンで表示されるというふうな部分が特徴になっています。まあ、多くの方がですね、自分のネットワークの設定が悪いとか、そのまあ、大学のところのネットワーク の設定が悪くてアクセスできなくて自分のせいじゃないかと思ったりするんですけれども、そうじゃなくてこの我々の管理しているところからでもアクセスできないんだよというのをこのような形で、まあ、表示しててですね、データベースの行き死にはこれでよく分かってですね、実際にデータベースを管理しているものからもこれは非常に有用なサービスですし、使う人からも現在アクセスできるデータベースからその欲しいものを探すという点で非常に優れた方のことになっております。あ、すいません。それでポスター番号 の1番ですね、1番でこれが詳しく説明されてますので、ぜひそちらに渡してください。でですね、2つ目なんですけれども、データベースの横断検索です。これもですね、もう本当ここに書いてある通り、ここをデータベース横断検索っていう部分のここのフォームに入れて検索ってボタンを押すだけで本当使える Google 検索のような、インターネット検索のようなものなんですけれども、まあこれも bioscience.dbc.jp から使ってください。で、ウェブサイトとしてはここにありますので、ここをクリックして使っても同じです。で、まあ、その結果、例えば高血圧とかいうふうに検索して、日本語で検索してやってもこのように出てきます。まあ、もちろん日本語の高血圧というふうな部分がこうやってハイライトされて出てたりしますが、まあ、英語のデータベースに対してもハイパーテンションという言葉に、ライフサイエンス辞書というものを使いまして、その言葉も使って一緒に検索して結果として出してくれると。でその結果どんなデータベースにヒットしたかというのは、こちらの方の、一覧でですね、括弧内のこの数字オーミムっていう、これはオンラインメンデリアンインヘリテンスマンという、まあ、遺伝病の、データベースですけれども、このようなものが、まあ、に対して435件ヒットしてきたとか、そのような形の、まあ、非常に分かりやすいビューになっております。まあ、オーミムに関してもですね、いろいろNCBI との契約が切れて、NCBI から検索できなくなって、検索はできるんですけれども、データが更新されなくなったとかいうふうになっておりまして、現在、データベースを取り巻く事情というのは、日本だけでなく、アメリカでもだいぶ変わっているようというのが、ようですというのは、これで分かるんですけれども、そのような、まあ、データベースがいっぱい集められて、一気に検索できるというようなことが、まあ、使えますので、ぜひこちらも手軽に使えるという点では、オリジナルサイトに行くよりは便利じゃないかというふうに思っております。これに関してもポスター番号が3と4の方で詳しく説明しておりますので、ぜひそちらにお立ち寄りください。でですね、最後なんですけれども、データベースのアーカイブですね、これに関してはですね、今まで、もやはり我々のところでもやってたんですが、これも NBDC の方に関していただいて、ここに、からアクセスできますけれども、このようなものです。これまでここに、まあ、本当にいい説明が書いてあるので私がいちいち説明するものでもないんですが、まあ、いろいろデータベースを作った研究とかされてきたんですが、それが、まあ、維持できなくなったとか、まあ、研究費がないのでこれ以上できないとか、あとは自分のところのバックアップをこちらの方で作ってほしいというふうなリクエストが割とありまして、そういうもので、データベースをこうアーカイブするというものです。はい。でですね、特にですね、連携省庁連携の話からこれは例を出しているんですけれども、現在47件ほどデータベースを引き受けて、ここからでも公開できると、統一したフォーマットで検索できるというものをやっているんですけれども、例として、医薬基盤研さんの方から、まあ、委託いただきました、委託というか、まあ、ここからでも複製というか、まあ、アクセスできるようにさせていただきました OpenTG ゲイツの方ですね、方なんですけれども、これもトキシコってここで検索すると、このテーブルがですね、
1個しかこれ出てませんけれども、本当はいっぱいあってここが絞られてこれだけになるんですけれども、こういうものを、まあ、ダウンロードボタンとかを押すと、このようなページ、ダウンロードじゃないですね、これは普通にここのページを、ここを押すと、オリジナルに行く前に、このような、どういうふうなデータベースかというのが、分かりやすくなっていると。これのフォーマットに関しては、さまざまなデータベースで同一です。それが何がいいかといいますと、いちいちこのウェブサイトの中にどこにその必要な情報を書いているかというのをいちいち探しに行くのは、たくさんのデータベースを見る人間にとっては大変なので、それがまあこういうふうな決められたフォーマットでできるということと、あとダウンロードに関しても、なかなかダウンロードへのリンクが見つけにくいんですけれども、これだとここに全部、すべてのデータベースあるので、こうダウンロードと押すと、このようにダウンロードできるものに関してもリストされて、クリックすればもう全部のデータがドット。ダウンできると、そういうことがこれでは非常に使いやすくなっているというふうになっています。これが、まあ、データベースの管理に関してです。で、これが、まあ、我々が今まで、主に3月までメインでやってて、4月からは LBDC の方でメインでやられていることなんですけれども、4月からですね、まあ、開発できて、まあ、割とここでお話できそうというか、動くものがあるのはここの話だったので、その話をちょっと2、3させていただきますけど、その一つがこの参照遺伝子発現データの開発というものです。これは何かと言いますと、まあいろいろな遺伝子発現データというのは、さまざまな方が、まあ、いろんな方法ですね。例えばそのマイクロアレイを使った方法とか、次世代シーケンサーを使った方法とか、旧来からやられている EST の方法とか、さまざまな方法で発現データを公開してたりとか、インターネット上にあるんですけれども、それがどこに何があってよくわからないので、それを使いやすくまとめてやろうということで、とりあえず、哺乳類の人とマウスとラットに関して、いろんな技術で測定された遺伝子発現データを、一ところに、まあ、見れるようなものを作っています。それが、リファレンスエクスプレッションデータセットというもので、このサイトですね、から見えます。最近ロゴを作りましたというやつですね。で、これの検索方法はですね、まあ、詳しくはこちらのポスターの方で見てほしいんですけれども、まあ、今までは実際の、データの全文検索とか、それに付与されているジーンオントロジーの ID のジーンオントロジーの属性の検索とか、インタープロというモチーフのタンパク質モチーフの統合データベースからの検索リンクアノテーションとか、そういうものでしか検索できなかったんですが、この4月から開発した結果、ですね、遺伝子の配列断片を、ATGC でもアミノ酸配列でもいいんですけれども、それを投入すると高速に検索してその候補をリストしてくれてというふうな GGRNA と書いてグーグルナと呼んでるんですけれども、そのグーグルナというサービスからこちらの方にリンクできると、そういうふうなものを新たに開発しました。これに関してもポスター発表やってますので、ぜひ見に行ってください。まあ、それ以外にも今までずっと開発してきましたボディーパーツ 3D アナトモグラフィーですねへのマッピングのヒートマップももちろん、ね、このように見えるようになってますし、これに関しても、もっとマッピングが自由にできるように今、改良を試みております。それが、まあ、参照遺伝子発現データの開発ということになります。でですね、もう一つ主に、やっているものとしてですね、次世代 DNA シーケンサーからのデータ利用技術開発ということで、特にですね、多くの方はまだデータを出されてからのことをよく僕らはずっと考えてきたんですけれども、公開データを出して論文に なってそれをどうするかという技術ももちろん開発してるんですけれども、それ以外に公開前のデータに関してそれをどうしたらいいかというのが割といろいろなユーザーさんの声を聞いてですね、それができるようにということで、今までやってきました統合テレビの方でですね、統合テレビも何回も話してるのでもういいと思いますけど、統合テレビ500ぐらい超えましたということです。で、このように大きなデータを Windows でいじるためにどうしたらいいかとかいうものをこう指南したりする動画を作成したりとか、あと、その次世代シーケンス解析用のこうカテゴリーという NGS というんですけども作りまして、まあ、市販のソフトウェアですね、そういうものの使い方の初期的な部分っていうのを提供したりとか、そういうことをやってます。でですね、公開された後のデータに関しては
実はあのリードアーカイブですね、シーケンスのリードアーカイブをいろいろ何種類かあるわけですけど、あのアメリカがやってて、ヨーロッパがやってて、DDBJ がやっているものっていうのがあの3つずつあって、まあ、もちろんこれは一緒なんですけれども、そういうものを、見てですね、どうやったら使いやすくなるかというのを、我々サーベイしてきておりまして、やっております。まあ、それのサイトはこの sra.dbcs.jp っていうものから見えるんですけれども、具体的にはこのような統計値ですね、どのような目的で使われたものが多いかと、ホールゲノムシーケンシングがもちろん一番多くて、その伸び率もずっとやっぱり他のあのものに関しては大きいとか、そういうものが、まあ、こんな図がすぐ作れて、あの毎週毎週アップデートするのが見えるとか、そういうものをまあ作ったりとかですね。あと、まあ実際にあの、まあ、アメリカ、日本だとあまり少ない、あまり少ないんですけれども、アメリカですと、あのであのいただいているそのグラン研究費の制約から出したデータはすぐに、このように、公共データベースに登録しなさいということになってて、それで論文としては通ってもいないんですが、たくさんたくさんデータが登録されてて、実際に論文としてあのなんだあのレビューされたものだけが見たいというふうな要求が割とあるんですけれども、そういう要求に応えるように、論文が出たあのデータ、こちらあの論文ですね、パブメドの ID がついている論文とデータというふうなもののデータだけをこのように作って、まあ、自分の必要な投稿された分野、例えばこれエピジェネティクスになってますけど、そういう分野だけが見えるというふうなあのインターフェースを提供して、あの自由にこう見える探す、データが探せるというふうなものを、作りました。で、まあ、まとめますと、まあ、DBCLS は、まあ、あの今までとちょっとまあ役割がこの4月から変わって、基盤技術開発に特化してきております。で、特にですね、データベースの RDF に統合化とか、今お話したような大規模のデータの利用技術開発なんかをやっています。それに関してはウェブサイトを使って。で、これまで作ってきたものに関しては、NBDC の方に行ったので、そちらからぜひ見ていただけたらいいなと思います。で、まあ、終わりになんですけれども、まあ、私、これ、まあ、限られた時間であの非常に早口喋りましたので、ポスターであの詳しくやりますので、特に興味あるものに関しては、こちらに行ってお話していただければと思います。で、まあ、我々、特にですね、どのようなふうにしたら使いやすいかというのは、まあ、情報発信しないとなかなかわからないというか、情報発信してきたからこういうふうに使いたいんですけどっていう声が割と集まってきましたので、ぜひ皆さんも積極的な情報発信をして、情報を集めていただければと。情報発信するのはですね、自分のところの知ってほしいというよりは、あの自分のところに対してどういうふうになっているか、フィードバックが欲しいというふうなところが割と大きいんじゃないかと考えています。で、これもちょっと強調したいんですけれども、まあ、新規の技術開発のもちろんやってきているんですけれども、まあ、それに加えて今までやってきたものでもあの維持してそれをこう持続していく、持続して持っていくようなための技術の開発というのも割と力を入れてやっているつもりです。で、そういうふうにしていかないと割とこのデータベース、日本でいいデータを出してもそれをまあ発信していけないと、世界に発信していけないというふうになっていると思いますので、ぜひこのような持続可能な技術に関しても評価していただくというか、まあ、もちろん評価していただいているんですけれども、特によくこの辺も見ていただけると嬉しいなというふうに考えています。以上です。